ックという本をですね、去年あの私どものグループで、奈良先端大のオープンシビックプログラミンググループ制作チームという、メンバーでですね、20人弱ぐらいの、たくさんでですね、書いたんですけども、画像処理を使って手の形状を推定しようというような研究をしています。指がですね、ダンスが画像処理Thank you so much for the lecture. It was in Japanese, but I think I understood everything. And then make him to one rock. Start the one. Okay. Audio not good.